海上自衛隊護衛艦加賀の改修工事が完了し、認証テスト待ちに F-35B 戦闘機の運用も本格的に始まろうとしています。F-35B 戦闘機の配備先は、新田原基地と決定しました。今回は、護衛艦いすも、加賀における F-35B 戦闘機の運用について見ていきます。今更、F-35B 戦闘機が必要なのかと疑問視される中、無人機導入も進みつつあります。次世代戦闘機が必要になるのかどうかも、不明な状況へ向かっています。世界中の兵器が一変している状況という声もあります。2024年4月現在、海上自衛隊最大の規模を誇るいすも、型ヘリコプター搭載型護衛艦いすも、加賀の2隻に固定翼艦載機を搭載し、運用するための改修を段階的に進めています。ロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2の中でも、短距離離陸と垂直着陸が可能な B 型を艦載機にする方向で準備が進められていて、実現すれば戦後初の航空母艦保有ということになるわけです。日本では F-35 ライトニング2について、空自が通常滑走路使用の A 型を105機、B 型を42機、合計で147機の調達分の予算化がすでに確定しているので、今のところ本国アメリカに次ぐ世界で2番目に多い調達数になっています。実はアメリカ以外では F-35 ライトニング2の全種を対象にした場合、調達予定数が100機を超えている国は日本とイギリスぐらいで、次に多いオーストラリアでも72機ということです。イギリスではクイーン・エリザベス級航空母艦の1番艦で、ネームシップのクイーン・エリザベスと、2番艦プリンス・オブ・ウェールズの艦載機として、B 型のみが調達されています。2015年前後、イギリスは、F-35 ライトニング2 B 型の調達予定数を、マックス138機ほどを計画していましたが、近年は、高価な機体の購入にブレーキがかけられ、予定より大幅減の48機になる可能性が現実味を帯びてきているとのことです。こういったイギリスのような当初計画からの方針転換は、ヨーロッパの西側諸国にとって程度の差はあるものの、似たような状況なのです。冷戦終結後の流れとして、今後、ヨーロッパでは従来のような形の戦争が起きる可能性は限りなく低いという判断があったからです。イギリスを含むヨーロッパの西側諸国の多数が、ロシアを最大の仮想敵国とする方針は変わらないものの、従来のような戦闘機、艦艇、戦車、火砲といった兵器の数を削減する傾向が多かったのです。しかし、ご存知のように、2022年2月、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始したため、地理的にロシアに近い旧東欧諸国のポーランド等を筆頭に、陸上戦力の大幅な増強を始めた国も出始めるようになりました。ロシア・ウクライナ戦争という非常事態の発生を受け、ドイツやイギリスなどの政権も軍事費増額を政策として打ち出したのですが、イギリスが再び F-35 ライトニング 2B 型の調達に動くかは不明です。しかし、イギリス海軍のクイーン・エリザベスらの空母打撃群は、万一の事態に備えて北海に展開していると報じられるなど、同艦が就役するまで、一時は、保有が途絶えていた航空母艦を有効活用しつつあると見られています。航空母艦クイーン・エリザベスらの空母打撃群はイギリス海軍所属ですが、艦載機の F-35 ライトニング 2B 型は空軍の所属です。さらに、この艦は、アメリカ海兵隊の飛行隊をも収容しているのです。理由として、イギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型の数だけでは、クイーン・エリザベスらの空母打撃群に必要となるキャパシティに余裕があることと、今後の同盟国として、アメリカとの連携を深める側面があるためと思われます。また、アメリカの保有する強襲揚陸艦にも、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用が進められていますが、こちらも、艦艇は海軍、艦載機は海兵隊と所属する組織は別なので、同期の性質を物語るものになっていると言われます。
イギリスやアメリカでの F3 後ライトニング 2B 型の運用方式と同じような手法が日本でも行われる予定です。出雲片護衛艦は海上自衛隊 F3 後ライトニング 2B 型は航空自衛隊に所属する予定での準備が進められています。こういった運用体制について海自はこれまで敵の潜水艦への対潜哨戒を中心とした任務を想定していましたが、空自は対艦攻撃を主眼に置く想定なので、相入れないのではないかと連携の危うさを指摘する声もあるようです。アメリカ軍ならば、ワスプ級やアメリカ級などの強襲揚陸艦に、戦闘機の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として用いるだけではなく、輸送機として多数の MV-22 オスプレイを運用する体制となっています。MV-22 オスプレイは、アメリカ海兵隊用のティルトローター機とその名前を知られている機体ですが、従来から運用していた回転翼機で、中型の CH-46C ナイトに比べると、圧倒的な効率を発揮することでも知られている機体です。実は、MV-22 オスプレイは、従来の CH-46C ナイトに比べて、移動速度が約倍、作戦行動半径はおよそ4倍、兵員の搭載量もおよそ倍、そして貨物の積載量では約3倍に相当すると言われていて、飛躍的に作戦の幅を広げているのです。この MV-22 オスプレイがあるからこそ、アメリカ軍の強襲揚陸艦は迅速で強固な補給体制が構築できていると言っても過言ではないでしょう。作戦遂行能力を非常に高度な効率で発揮できると推測されているようです。一方、日本の場合、出雲片護衛艦を改修して航空母艦化したとしても、航空自衛隊はオスプレイのような機体は保有していないので、物資や人員の大量輸送を直接担うのは、事実上、困難と言わざるを得ません。陸上自衛隊は、V-22 オスプレイとして、2021年度末の段階で、9機保有している状態ですが、今後も航空自衛隊がこうした機体の調達を独自に行う予定はないので、そことの連携も必要になってくると思われます。その場合、出雲片護衛艦等の艦艇が海上自衛隊 F-35 ライトニング 2B 型等の戦闘機が航空自衛隊、そして V-22 オスプレイ等の輸送機は陸上自衛隊と全ての所属が異なるので、指揮命令系統の一元化が求められることになります。こうした陸、海、空の3自衛隊にまたがる連携の必要性を考慮すると、調整が非常に困難というのは、想像に難くありません。しかし、尖閣諸島等の南西諸島防衛という現実を考えた場合、どうしても横断的な運用を実現する必要があるのでしょう。ただしあくまでも試験ですが、今、まさに、航空母艦化改修中の出雲片護衛艦2隻とその艦載機の F-35 ライトニング 2B 型については、あまりに多くのものをその運用に求めすぎるのは酷ではないかという声もあるようです。出雲片護衛艦は2009年平成21年8月末の次年度2010年の防衛予算概算要求で建造が計画されたものです。海上自衛隊としては初めて固定翼機の運用も視野に入れ、設計が行われたもので、いわば、実験艦としての役割が大きいとされました。2008年時点ですでに出雲片護衛艦に関しては、海自内部では、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する能力を見据えていたとされましたが、当時の時代背景を考えると、政治的にも、日本が航空母艦を保有するのはタブー視されていました。そのため、海上自衛隊が独断でこうした決定を下せませんから、将来的な F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化を視野に入れ、重量や大きさに対処可能なエレベーター、飛行甲板の使用を盛り込んだ点は評価されても良いという声があります。先見の明があったと言いたいのでしょうか。出雲片護衛艦は航空母艦化改修が終了しても、F-35 ライトニング 2B などの艦内への収容数は10機プラスアルファと見られます。この数は決して多くはありませんが、固定翼機を運用する艦艇のテストケースと考えれば仕方ないとも思われますね。
かねてより建設中だった海自の、そう、夕方潜水艦12隻ですが、すべて終役を迎えました。令和2年には、無事に進水式を迎えたのです。タイゲイという名前は、大きなクジラですが、最初は、変な感じと思ったものですが、慣れるとぴったりだなという気になりますよね。今回は、タイゲイ潜水艦に搭載される新型ソナーについて紹介します。通常動力型潜水艦では、日本は、世界トップクラスと定評があります。ちなみに、アメリカは原子力潜水艦にかけてはトップクラスと言われています。つまり、日本とアメリカの連携が海底でも行われているということだという意見もあるようですね。さて、タイゲイの話をします。2020年10月命名式と進水式を無事に終了した海自の新型潜水艦タイゲイ。先輩潜水艦である、そう、夕方11番艦闘竜、12番艦鴎竜をさらに進化させた艦艇ということです。タイゲイ型1番艦は、推進方式に、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリー、モーターを組み合わせた通常動力型潜水艦で、先輩の、そう、夕方闘竜以後の艦と同じ推進方式を採用したのですが、タイゲイ派最初から専用で設計されていたのです。このおかげでしょうか、タイゲイ派闘竜などより、はるかかに、長い連続潜航時間と行動範囲を獲得できました。メリットはもっとあります。設置スペースの必要なスターリングエンジンでなくなったことで、艦内の空間が効率的に使えるようになったとされるのです。スペースに余裕ができたので、乗組員の福利厚生についてもメリットがありました。タイゲイから導入された乗組員のジェンダーフリー対策に貢献することになったのです。つまり、潜水艦という狭い空間にもかかわらず、女性乗組員用の休息場所を設定できるようになったのです。おそらく今までは、女の区別はなかったのでしょう。セクハラ問題の発生を防ぐためにも、これは良いニュースですね。タイゲイのサイズを紹介します。船の大きさを示す基準排水量は約3000トン、全長 84.0M、最大幅 9.1M とされています。公表されていない水中排水量は4250トンから4300トンではないかと推測されます。潜水艦にとって最重要ポイントである目であり、耳である装置はソナーです。敵を探知することにも、自身を敵の目から隠すことにも役立つ装置です。タイゲイには、新型の Z99-8 統合式が採用されています。これによって、従来よりも、ターゲットへの探知精度や能力がさらに向上されたのです。こういった装置を駆使して得た情報を兵装と連携することで、ズバ抜けた防衛力を持つことになったというわけです。タイゲイの兵装ですが、従来型と同じように、6門の 533mm 魚雷発射管が艦首部分に装備されています。これによって、89式超魚雷や新型の18式超魚雷、対艦ミサイルハープーンを運用できるようになっています。このハープーンは、アメリカのマクドネル・ダグラス社が開発した対艦ミサイルで、西側諸国では、多くの国が採用している、いわばベストセラー兵器です。18式超魚雷は約94億円とも言われる開発費を投入し、2022年2月までに配備を進めていく予定になっているのですが、タイゲイの収益状況によっては、時間的に多少のズレが生じる可能性も囁かれているようです。2018年平成30年12月、発表された防衛大綱によると、潜水艦は22隻を要するという文言が記載されていたようです。現在の状態でいけば、双竜型12隻、親潮型9隻、そこにタイゲイを加えると、一応22隻体制にはなると見られます。別の可能性としては、タイゲイ型を8隻建造して、親潮型を2隻以外は代替とするという方法も考えられますし、いっそのこと収益させる潜水艦数を増やすという方向に変わることもあり得るのかもしれません。現在の日本にとっての仮想敵国はお隣の軍事大国中国です。中国海軍が
猛スピードで軍備を増強している状況を考えると、対抗手段として、海自の潜水艦22隻体制を強化することも予想されます。しかし、そうなった場合、問題があるのです。現在でも苦慮している乗組員の確保です。少子高齢化の日本では、人手不足が言われて久しいのですが、公務員とはいえ、拘束時間が長く、規律も、厳しい自衛隊員を希望する若者は少ないと見られます。自衛官の募集に苦慮していることは、折に触れてニュースにもなりますね。余談ですが、批判されながらも、各自治体に、高卒者の名簿を提出するよう命じているのは、それへの対応でしょう。拒否しなければ、勝手に、自治体が、防衛省か、総務省あたりに提出としてしまうんですよね。一般企業としてもこういった名簿は、喉から手が出るほど欲しいものだと思いますけど。隊員には70名ほどが必要ということで、通常動力型潜水艦としては大型ですが、省力化を考えると、課題がある潜水艦とも言えるかもしれません。先輩格である、総流型が65名だったので、わずか5名とはいえ増えたことは、人員削減が、潮流の現在では、逆行していると感じられますね。では、中国が、隊員型について、どんな見方をしているのか、分析していきましょう。2020年10月21日中国メディアの一つ中国軍報は、隊員についての意見を発表しました。従来型の、総、流から性能がアップし、連続航行期間が2週間になったことに注目して、我が国は警戒する必要があるという見解を公表したのです。隊員の水中での静粛性に特に注目しているようです。静粛性が高いと敵に見つかりにくいのは言うまでもありませんね。中国軍網は、隊員は優れた性能を持つからこそ、これを探知、発見して追尾することは難しいとまで評価したそうです。隊員の高スペックは事実ではありますが、中国メディアにあまり持ち上げられるのも、ちょっと気味悪い感じがしませんか？裏がありそうで安心できませんね。また、もう一つの中国メディアの意見も紹介してみます。2020年10月17日の今日頭条というメディアです。前述の中国軍網とほぼ同じ見方をしているのですが、あくまでも、隊員派通常動力型潜水艦としては優秀な潜水艦と述べています。ということは、逆説的に、原潜の優位を主張しているようですよ。つまり、中国は、新型の原子力潜水艦を持っているから、通常動力型潜水艦である、隊員がどんなに優れていても、中国の原潜を上回ることはないという結論を下したわけです。確かに、原潜は、燃料補給がほとんど不要で、水中移動時にも高スピードが出る素晴らしいものでしょう。しかも、一旦稼働したら、理論上は、永遠に海中に潜んで言われると言われます。乗員のメンタル、福利厚生は完全スルーしての話ですが。しかし、中国は、対潜哨戒能力では、日本やアメリカには劣ると見られています。ですかに、このままでいてほしいものだという声がちらほらと。何回か取り上げていますが、非核三原則のある日本では、原子力潜水艦は保有できません。中国には、同じ土俵に、上ガラス、今日、頭上の意見を聞いて、やっぱり、我々の原潜がナンバー1、と思い込んで、通常型潜水艦について、いろいろと探らないようにしてもらいたいですね。原潜の力を過信して、通常型を舐めて、かかるぐらいの方が、こちらにとっては有利なので、通常型の潜水艦なんてものは存在しないと考えてもらった方が、ありがたいという声もあるようですよ。まあ、真心を生んだ国ですからね、こちらの思惑通りに行くとは思えません。むしろ、こちらが舐めてかからないようにしたいものです。